喜んでくだされ、イニエシャ殿。黒真珠が完成しました。なんと、96年も早く出来上がったのです。はあ。噂に聞きましたが、イニエシャ殿は我が父の王に金剛宗派を受け継いでくださったとか。ああ、そういえばそうだったな。ぜひわしにそれを一目見せていただきたい。さすれば、イニエシャ殿が欲していたこの黒真珠をお渡しいたしましょう。金剛宗派が見たいってんなら見せてやるよ。先代の宝泉家には世話になったからな。ありがたや、ありがたや。あ、ちょっと待って。金剛宗派、犬屋さん、お座り。ここでやるとは思わなかったわ。何考えてんのよ、本当にもう。もともとは犬の大将の奥方であった伊佐宵様が流した涙であったと聞き及んでおります。お袋の涙か。犬の大将がお亡くなりになった時に流した涙を本浴に変え、鉄彩画とご自身の墓へと続く道を封じ込めて、幼い犬夜叉殿の右目に宿したのです。宝泉鬼さん、これは？それは伊佐宵様が使っておられた紅です。黒真珠を作るにはどうしても伊佐宵様の深い悲しみが必要でしたので。よくそれを見つけ出したな。そりゃまあいろいろと。これももらっていいの？黒真珠と一緒に。もちろんです。黒真珠が完成すれば用済みでありますから。よかったわね、イニエシャ。お母さんの形見が2つも増えて。はあ、今さらいらねえよ、こんなもん。何言ってるのよ。これでいつでもお父さんのお墓参りができるのよ。もっと喜んだらどうなの？はっ、誰がそんなとこ行くか。あ、なんということを。右目にしまわれてしまったら滅多なことでは取り出すことができませんぞ。か、もともとお袋の形見なんだから、俺がどうしようと俺の領分だ。もう勝手なことばかり言って、この紅は絶対渡さないから。けっ、ほんとどうしようもないほどテレアさんなんだから。